二代目のラコニアは、1921年4月9日に、浸水した英国キュナードラインの客船。先代のラコニア同様、ドイツの潜水艦によって沈められた。1922年5月25日に、サウサンプトンからニューヨークへ向けて、諸女航海に出発。1923年1月、最初の世界一周航海に出発した。 その130日にわたる航海では22の港に寄港した。1934年9月23日、濃い霧の中をボストンからニューヨークへ向かって航行中にアメリカの貨物船と衝突事故を起こした。ラコニアに搭載された15.2センチメートル速射砲。第二次世界大戦が勃発した直後の1939年9月4日、ラコニアは 海軍に徴用されて仮想巡洋艦となった。1940年1月23日、近海を乗せてポートランドとハリファックスへ向けて出発。それから大西洋で戦乱護衛に従事した。6月9日、ハリファックスで座礁し、7月の終わりまで修理に費やした。その後、兵員輸送船に改装され、中東への兵員輸送任務に従事した。 ラコニアを撃沈した U-156。1942年9月12日、イタリア人捕虜を乗せて航行中のラコニアは、アセンション島の北北東130マイルで、ドイツ潜水艦 U-156 に攻撃された。午後8時10分、右舷に1本の魚雷が命中し、9時11分に沈没した。U-156 を含むドイツとイタリアの 潜水艦、ビシーフランス政府の軍艦が共同で生存者の救助作業に当たったが、アメリカ軍機がそれを攻撃し、救助された人の一部が死亡した。なお、ラコニア号のルドルフ・シャープ船長は、連合国商船の中で最大の犠牲者を出した、ランカストリア号が撃沈された時の船長でもあった。この事件は、テレビドラマ化もされている。ありがとうございます。